どうも、アキです。パワプルアプリやっていきます。今回はこちらの2900万ダウンロード記念台ガチャを30連回していきたいと思います。今回のガチャは初回がパワーストーン40個で回せて SR 以上1枚確定。で、2回目がこのバナーの中から PR 以上1枚確定。で、3回目がこのバナーの中から SR 以上1枚確定ということで、僕まだ雷もミサちゃんも持っていないので、ぜひね、どっちか出ればいいなと思います。では早速引いていきましょう。パープルアプリ2900万ダウンロードおめでとうございますと。行きましょう。さあ、ということで、病院に行ってきたんですが、一応インフルは陰性だったので、はい。今日はゆっくり寝てね、喉を治したいと思います。さあ、誰来るか。ちゅーちゃん。プラスゴンになってる。まあまあまあ、ミキサーに回せるのでね。はい。いや、ちょっと声が出ないので、ちょっと今日はサクセス動画お休みです。すいません。さあ、行きましょう。キャンペーン中。あ、強化大成功来てるのかな？ちょっとお知らせを見ましょう。はい。今来ている2900万ダウンロード記念は、パワーストーンが安い。消費ポイントがダウン。下道君像のみ出現ガチャ。で、イベキャラの強化大成功がね、来ていますね。はい。強化大成功&下道君ガチャって結構ありがたいですよね。まあ、そこで一気にレベル上げられる印象があるので、ぜひぜひ、てか、これあれっすね。今までなかったあれがあって気持ち悪いな、なんか。こんな吹き出しがあって気持ち悪いというか、いいですね、この吹き出し。OK。進化してますね、本当にこのアプリも。OK。OK、では引いていきましょう。20連目。20連目はこの中から PR 以上1枚確定。ちなみに僕は、サイリちゃんはプラス5で持っています。六本木先輩はまだプラス1か2ぐらいなので、まあ被ってもまだいいんですけど、まあサイリちゃんはもういいかなっていう感じですね。サイリちゃんが出ましたね。はい。よいしょ。イベントが楽しすぎて多分そこでね、はしゃぎすぎたんですよ。で、完全に多分風邪をひいて、もう喉が完全に潰れたっていう感じですね。さあ、最後誰が出るかな？誰が来るか？頼む、雷。雷今来てくれれば、大平楽がまた違ったデッキが組める。よしよし、声が裏返った。雷来ましたね。オッケー。まあ、プラス5にできるほどの PR のストックはないんですけれども、まあ、これで本当にフレンド枠で例えば裏側を借りてみて、またサクセスやるっていうのもありですね。はい。これでちょっと今の大平楽がまたね、攻略が変わってくるかなと思います。まあ、天空もまたまたいろんなデッキが組めるようになったかなっていう感じですね。で、ミサちゃん欲しい。これかなり強い彼女なんで、うん、今後もね、しっかり狙っていきたいなっていうところですね。はい。ということで、雷解放しますか。他にもありそうだな。ちょっと適当に食わせて、もう一個 PR のストックないかな。プラス5のストックないかな。あってくれ。あった！オッケーオッケー。1個ありますね。これで最高3段階が見えると。まあでも3段階までしかいかないので、まあやっぱどうなんですかね。試合経験点かなり大切な気がするので、今の太平楽はね、天才もう1枚使おうと思ってるんですけど、フレンド枠にプラス5お借りした方が伸びるかな。まあちょっとでも裏側を使ってみたいっていうのがあったので、デッキはね、また色々試してみましょう。うん、一回しか来なかった。オッケー。はい。まあ、ただここはね、はい、将来的に必ず手に入れたいなと思っていたので、ありがたいですね。オッケー。という結果でございましたと。結構いいガチャだと思いますので、ぜひぜひ皆さんも引いてみてください。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。パワプロの動画いつも楽しみにしてるよっていう方はぜひグッドボタンを押していってくれると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。